風呂ミミズクのメントコになっちゃってるもんどういうセンスなのか分からん。乳首にしか見えないよしよいきなりこれだもんもうなんもないんだもんこれ以上曲もないぜ。もう笑いから入っちゃいますね曲もないああ今オープニングあったわ。いいねこれすげえわお何なんだよあの赤いとこにあるのかなフードに。ああもういいわこれ落ち着きもう安らぎますね。でかっでかっいいねやっぱいいねいいね。後ろの姉ちゃんかわいい本当 NG シーンみたいな。うわ素晴らしいねなんだよパイでかいなやっぱりすごいなこれ確実に日本で出ないゲームだね。需要がねえし行きたいですね。行きたいね生で行きたいですね。これぜひアメリカ行ったら行きたいね。行きたいですね。はいまだかまだちょっともう力抜けましたねこれ。力抜けますよこれ。久々にこういう感じもいいかも。意外と綺麗ところやっぱこういうところに持ってくるには持ってきますねこれ。フォトショーで加工してないですよねこれ。してないいや絶対してる絶対してる。しなきゃねこういうとこはね。これ何が始まるのこれ。なかなかゲームが始まらないですねこれ。ノーカットだよ僕は。あれ来たと押してねえのに。はいどうもたこやんでございます。所長でございます。第15回ですかね。今回はもうちょっともう所長さんがプレイしてはいなんか予告してるものとちょっと違うんですけれどもまあちょっとなんかね、こう結構いいゲームが2つ続いたんで、まあここらで一発ね、またこんなのやっていこうかなと、もう始めちゃうわじゃんいう感じで、もうこれもすごい短いドライブになるんじゃないですかね、短いドライブ。ロードトリップでもわかんないから行っちゃおうか。選べんだこれ、選べんだ。ああどうしようか、なんか地味なやつがいいかな。ミニカーですよねこれ。オートマでいいよ。オートマでいいですよ。オートマでいいですよ。このゲームはですねフーターズロードトリップですね、はい、タイトルはそうなんですけども、フーターズっていうのがまあ日本でいうとこのアンナ・ミラーズみたいな、そうですね、ちょっとこういう感じのお姉さんがいっぱいいる、まあファミレスらしいんですけど、はい、もう行きたいですねこれ。全米になんか何か所かあって、でそれをまあ車で巡るというゲーム内容になってます、はい、ロードトリップですね。でまあこれはただ販売はこれUBI ですからね。UBI ああこれ UBI だったんだロゴが古くて分からなかったよ。ああ始まった。これは本当に一般車両でただ走るだけのゲームなんで、いやこれああもう操作がきついですよねこれ。操縦が曲がすごいねまたね。曲がすごいですねこれこれ実は操縦がめちゃむずいんですよ。めちゃめちゃこれやったら分かりますけどめちゃめちゃむずいですよ本当に。これがむずいでこれ別に追い抜く理由がないんですよ。ただ店にうわ店に向かってるだけなんでこのフラフラしてる感じがちょっともう今悶々ときてるからねこれ。ちょっともうそう急がなきゃ、もう早くフーターズへっていう。もうちょっとまっすぐな道ばっかと聞いてるんだけどアメリカは。おおおおおおなんか砂漠みたいなとこだしなこれ。むずいこれ読むぜ止まってるしちょっと何してるなんか左下のメーターが一応多分目的地でもうじらされますねこんな長いなこれ。右まで行くのまだ長いよこれ。もうほぼ砂漠ですねカリフォルニアって感じですね日差しが眩しいもんこれ。これすごいな。これ為替でこれかけてテンション上がってるんでしょうね今歌入ってこないんだけど曲だけ難しい。これね実際やるとめちゃむずいんです。まっすぐろくに走れない。かのポルノ鈴木氏を言わしてクソゲーすぎるっていうだけど好きだっていうこれねアナログスティック使うにはまたボタン押さなきゃなんないから真ん中の赤いやつあれね。そうそうそうアポカリプスの時のあれです。でもアナログの方がうまくいくなこれ。和みますねこれ。いいねこれ。視点とか変えらんないのかな。あ後ろ見れる意味がないですねみんな。でもよくあれ時間制限あるのかな。あぶねいやこれはあ抜かれちゃった。こいつらみんな何フーターズ向かってるやつなの。緑がついてるこのゲームのこの雰囲気とかを楽しめると洋芸っていうのは実はものすごい楽しめるんです。幅広がるよねバカゲーとか。さっきのゴッドサイダーズみたいなのは別にこんなん楽しめる人間じゃなくてももうよくできてるんで楽しめるんですけど、誰でも日本でも出るぐらいだからね。いわゆる僕たちが尊敬とちょっとその皮肉を込めて言う洋芸っていうのはまさにこういうことなんですよね。ひどい誰一人も交通ルールお前ら守る気あんのかみたいなやつばコードマスターズ作ってくれよこれウーターズロードトリップ2をの HD みたいなめちゃグリッド並みの操作感で僕は 100% 買いますよねもう即ですよねフーターズ向かっていくだけだからねこれはすごいいいですねこれアメリカ行ったらぜひフーターズ行きたいね行きたいですね味はともかく多分味はともかくな感じなんだジャパニーズだからすごくバカにされそうな感じしますけどなんかゴールフィニッシュ見せないよえあ、え久々すぎて忘れてるんだけど久々すぎますねこれもしかしてこれで終わりまた次の店に向かうのかなこれでうわ出たこれなんか来てる絵はがき来てるよ来てくださいですよこれあここに来いとあ2分42秒フクロウが怖いなんかフクロウがまたこれフクロウの目がもうおっぱいにしか見えないんだけどあれまたロード入っちゃったけど何あ曲変わったいや僕ちょっとこの落差がひどすぎますわこの温度差すごいね 1本2本とこう来て3本目これだからうわすげえ派手いけるだけ行ってみたいまあどうせ編集しまくりで短くはなってると思うけどこれねやってみると分かるんですけど本当にむずいんですよこれね本当むずいまっすぐ走れないんだもん本当にちょっとこの車はもうなんかもう笑うしかないですよね背景の車の方がよくできてんじゃねえのみたいな箱見てよよしあ間に合うのかこれ42秒あれ違ったのかな前回のステージのこと言ってたの大丈夫っぽいあ街来た街来たあった来たうわうわうわよし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 さっきいや違いますね本当長いなウィンクさんあウィンセカンドプレイあなんか出たアンロックされたゴキブリカーがああでもこれ早いと操縦むずいぞこれでもねこれがねやっぱりねこの僕たちはこう北米版プレステ2でやってるんですけどね結構敷居が高いっていうねこれ高いいやまず売ってないよこれ売ってないですねこれ俺カオス缶でも見た記憶ねあここでまたちょっと戻るんだけどプラクティスってやった方がいいのかな増えてねえしどこ行っちゃったのもう意味不明っていうもうちょっと早いやつにしようかじゃあいやまあないのここじゃいやこれ今までの100本動画でも群を抜くゲームじゃないですかそうですねあんま逆に突き抜けてますよね、うん、これはなかなか知られてないよねだってフーターズって言って知ってる人がうんまあいないあまりいないだろうなこれはな超絶美人じゃないところがまたいいですね、うん、まあおっぱいがでかいの人が多分そっちなんですよ多分でこうスタイルがいい、ちょっと背があってっていうのが多分これなんか最初の面ですねこれね曲一緒じゃねあれあれいましたもん曲一緒じゃないあいやわかんねえけどあこっちの方がなんか乗りやすいつまりこれあれなんですよ多分さっきのやっぱタイムが間に合ってなかったんですよマジででだからあの人女の子がセカンドプレイって言ったんですよああだからかなんだこれむずいじゃんこれだからこれすげえ難易度の高いこれアウトランですよこれなんとなく似てる雰囲気時間でそこまでたどり着かないといけないっていうで一般道でね一般車両いっぱいいておアウトランじゃねえかいやじゃあまあフーターズロードトリップはいまあこんなもんです多分でも皆さんこれ見れてよかったと思いますよ多分一生存在を知ることすらなかったゲームだとは思うんで知らなくてもいいと思うけどねまあまあまあなかなかいいこういう洋芸はこういうものもあるよということいやでもまあでも本当にこれそのなんていうのプレミアとかレアっていう意味じゃなくてもう存在がレアなゲームだったんでそう値段が高いものじゃないはずあるかないかの話ですよねで僕たちもねこれやる前にねこれどうなるか分かんないとこれぶっちゃけそうなんだよ本当にやろうとしたゲームが見つかんねえからやってないだけなんだよねもう本当は秘蔵の、はい、これ本当にねいつ出そうかっていうゲームだったんで、まあでもいや意外とこういう感じでしたねだから俺はいいと思うけど結構洋芸って聞いたらこうピクンってきちゃう人はもしかするとさっきのゴッドサイダーズよりこっちにこうピクンってきちゃうみたいな人たちはぜひぜひちょっと連絡ください飲みに行きましょうフーターズ行ったやつとかもねちょっと話聞いてみたいしねそうですねゴールまでやって終わりにしようかじゃあここはパワーなんですよね。なんかこうやめ時がないって言いますか、もうちょっと見たいですもんね。そうなの、なんかあるんじゃないか、なんかあるんじゃないかっていうね。まあ、ないんだろうけどね。ないんだろうけど。ないんだろうけどね。はいはいはい。素晴らしいですね。時間かん、あ、1だ。1になってる。もう1だ。イージーにしたからじゃないですか。ああ、そうだ。ああ。やっぱこれイージーにすれば回れるのかな。時間制限もでもあれでノーマルだとこれハードひどいことになりそうですね。プロっていうのがあってね、プロって何のプロなのこれ。クーターズ巡りのプロなのかな。それにはかなわねえな、さすがに。プロでのみアンロックされるものとかがあったらその前になんかディスク解析した方が早そうだね。パソコンとかムービー全部抽出する。おお、危ない。ちょっと YouTube をサーフィンしてね。うん、まあ俺確か見た感じあったような気がして。でそれもフーターズの、うん、ちゃんとしたね、そのプロモーションビデオみたいなやつじゃダメなんですよ。このフーターズロードトリップに入ってる動画じゃないとダメなんですよ。これうまい、うまいやつとかいいのかなこれ。やっぱりあんだけアメリカ広いからな、何でもいそうな気がするけど。うまいやついると思いますよ。これゲームスポット何点ついてたんだっけなこれ。まあこれ多分編集するとき入れるけど3点とかなのかなやっぱり。もうでも点数つけるゲームじゃないからねこれ。そうなんですよ。もう点数なしでもういいよ。たしなむゲームなんでねこれは。そうそう、うん、よし指で。お、なんかぽいよ。あ、右の子かわいい。またお前またお前かよお前。いや、うん、こんなもんです。味わい深かったですね。皆さんもどうですかね、味わっていただけたでしょうか。はい、まあ買う必要はないけど、うん、こういう洋芸が好きだったなっていうパッケージとかもね、思い出してください。にあげてもらうんで、裏面とかも。はい、これはなんか何なんだろうこれな。 CG すごいね、宗教画みたいだもん。なんか全て1枚に収まっちゃったみたいな。すごいマシンなんで、これ UBI ソフトでこれレーティングティーンですよ。本当だ。あ、だからか、だから変な、あんまりああいう露出度があんな感じなんだね。これがティーンで出る。すごいなアメリカって。いや、すごいですね。うん、あ、終わっちゃった。あれ勝手に進んじゃったよこれ。なんかこのゲームちょっとすごいですね、うん、いくらでも話せますね。お、なんか豪華になったよ。もうなんかもう作り物のおっぱいっぽい。なんかおっぱいのサイズがいろいろあるな。寝てもそのまんまみたいな。すごい強そうだもん。なんかすごいハイレベルぐらいですね。キュイって感じで。これ何が始まるの今度。これアメリカのティーンエイジャーたちはもうたまらないでしょうねこれ。あれデモだ、デモ。デモがどういう走りっぷりなのか見てやろうと思う。いきなり左曲がっちゃったけど。で、これなんかすげえスーパープレイなのかな。お、もしかして。もしかして。もしかしてうまいっていう。めっちゃうまいのかなこれ。あ、そう、全然ダメ。もうダメだこれ。おいこれどう。事故じゃんただの。ええ。ちょっと待って。いやー、すごいデモだなこれ。おいおいおい、視線変えちゃった。あ、スピードがある。雨の中、雨が降りしきる中、このフーターズに向かって事故るっていう。まあちょっと洋芸物としていつか僕もこれ欲しいですけど、手で入んないですからね。フーターズいったら売ってないですからね。フーターズ売ってるのかな。でもだからこれ所長さんのプレー間違ってなかったんですよ。意外とこういうもん、こういう感じにむずいですよっていう。そうそうそう、こういうもんです。はいはい、ではですね、15回目、はい、フーターズロードトリップでしたね。はい、うん、本当はね、ちょっとさっきも言ったんですけどね、ちょっと考えてることあって、もう1本取ろうかって言ったんですけど、ちょっと3日ねえんで、そのゲームがメモリーカードが見つからなくてね。そうですね、ちょっとまたちょっと次に伸ばします。それは見つかり次第で、またね、できればまたね、今月中にもう1回やりたいですね。そうです、はい、できればね。そうですね。で、100本動画15本目まで来ましたんで、あと85ですよ。頑張りましょう、ジョジョさん。そう数字に言われると結構、はい、遠いな。では、第15回目でした。100本動画、フーターズロードトリップでした。たこやんでした。はい、所長でした。お疲れ様です。お疲れ様です。